熱でスタート切った、つまずいてあいつのこと見て、相変わらずあの日のダメな僕、うん、ずっと探していた理想の自分。年を重ねた今こそ患者さんに寄り添うことができると実感しています。仕事もハイヤー踊りもまだまだ現役、これからも頑張ります。進もう。